一人でメガネかけて。いい感じじゃん。さあ、今日はサリーとクワガタを取りに来たぜ。ぜい。あのトイレもまだいいね、雰囲気が。いいよ、汚くて。これで虫除け。めっちゃね、ちゃんとやった方がいい。マジね、ほんでこれを手で皮膚に擦り込む。なすりつけんの。うん、そう。超食われてから。わかる。俺らもうこの夏でボコボコだよ。何が？どういうこと？あ、虫刺されてると。うん、そう。マジ？そんな刺されんの？蚊に食われてボコボコだよ。もう顔とかも塗った方がいいよ、マジ。顔はな、障害道具だからな。じゃあ、あの音聞こえんの？ん？ブーンって聞こえるよ。聞こえる？うん。あのマジ好きなだけ塗った方がいいよ、本当に。マジやべえから。すげえ、もうなんかね、眠れなくなるぐらい痒いから、本当。蚊にボコボコに。どういうこと？これやってても刺されるってこと？刺されるよ。多分多少いいぐらいで。じゃあ半袖半ズボンって。かなりかっこいいじゃん。かなりかっこいいね。うん。軍手しようかな、軍手。軍手持ってきたよ。あ、マジで？うん。軍手とね、あのゴム手持ってきたし、あの刺されるのあれだったら塗った？塗ったらもう大丈夫。入念に塗ったわよ。なんか刺される気しないんだよね。え、何箇所くらい刺される？50箇所とか刺されるってこと？刺される場合は刺されるかもしれない。あ、じゃああれしよう。今日は夏のね、あの一大イベントだからね、こういう格好で来たけど、普段はもうめっちゃ暑くても、もう長袖、長ズボンで、あのニット帽をめっちゃ深くかぶって、帽子かぶって。あ、すんないっす。あ、でも長ズボン。怖いよこれね。虫取りといえばこれみたいな。ちゃんとこれ鏡代わりにこうやったり。それっぽくなってきたね。うん、頭もやられるかな。帽子もかぶるかやっぱり。マジかなりなね戦いになるから。マジか。
ポンプ一筋縄ではいかねえ。じゃあ準備もできたし、トイレに行って山登ってみましょう。はい。月が大変綺麗でございます。おい、暗い、月が大変綺麗です。ほら取れてるんだ。うん、なんかしかも寄ってくんだよな、ゴロゴロと。よーんつって、ほらね、うん、OK。 今一箇所目を回ってカブトムシゲット。オス2匹だぞ。メスもね。いやー、3時間ぐらいだね、うん。3時間ぐらい練り歩いて、ペア、ワンペアゲット。この上ない喜びです。ほらほら、じゃあ今後もう一箇所行ってきます。OK、深夜0時も回って第2ポイントにやってきたぜ。この楽しそうな顔見てくれ。これをめっちゃ取れたよ。やばいよこれ。わかる、これやばくない、これもう。どうする、これ。うん、よかったね、サリーね。よかったね。うん、普通にどういう顔してるか分かんないね。うん、クーリッシュがうまい。ああ、じゃあ乾杯しようか。クーリッシュで乾杯。えい、乾杯。おめでとう。とりあえずこれで、これすげえな。超飛んでんじゃん。これでだから、くらまあいいや。うん、良さそうだね。それあと2個ぐらいあれば余裕だよね。うん、いいバランスでいるんじゃないこれ。この音。